ね、うちわ持ってる人がたくさんいて、とても嬉しかった。もうね、いっぱい見えた。エリナとか、オダとか、オダエリとか、エチとか、めっちゃ嬉しかったです。そう、しかもめっちゃ楽しかったし、なんか愛されてるなって思いました。 そう、嬉しかった。だからめっちゃ頑張っちゃったパフォーマンス、嬉しくて。で、頑張ろうって、今日は頑張ろうって決めてたけど、まあ、頑張らない時ないけど、めっちゃ気合い入れた。 そう、でもうちわとかね、持ってないファンの人もね、分かるよ、ちゃんと眼差しで。 そう、嬉しかったです。いつも頑張ろう、だっていつも頑張ってますよ。私頑張ってないって時多分ないと思う、みんなから見ても。そうで で、夜公演は、昼公演はね、いつものクラゲヘアだったんですよ。クラゲヘアで、夜公演はヘアメイクさんに「犬になりたいんです」ってまず言って、「犬」って言われて、私、そう、犬目指してるのでって、子犬ヘアにしてくださいって言って、おーってなって、はにゃって感じだったんですけど、で で、例えばみたいな、どんな感じの犬かなみたいな、まあ、犬っていっぱいあるじゃん、柴犬とかトイプとかチワワとか、まあ、いっぱいあるんですけど、私は、まあ、こんな感じでって言って、写真見せて、自分でこの前巻いた時の、それでこれになった。どうですか、おしゃれじゃない？なんか AKB でさ、こういう巻き方する人あんまいないじゃん。そう、だから嬉しかった。なんか、乱れ髪じゃなかったんですね。乱れ髪じゃないです。犬ヘア、犬です。そう、犬ヘアだったんですよ。気づきました？皆さん、なんか犬ポーズいっぱいしました、配信中に。配信っていうか、公演中に。青い服似合うだって、嬉しい。でもよく言われる、青が似合うって、水色が似合うってよく言われる。分かってる、私も似合うと思って着てます。そう、でも夜公演もね、私推しの方を見てね、嬉しかったですよ。あやみんと犬になってたのって、嬉しい、よく見てましたね。すごい目の付けどころがいい。幕が上がってお台に見えた瞬間鳥肌立ったのって、嬉しい、私そんな存在に慣れてる。楽しかったな、今日。本当に幸せでした。2回公演楽しかった。でもマジで本当もう筋肉痛なの今、めっちゃ筋肉痛、もう足痛いよ。奇跡は間に合わないが良すぎて泣いただって、嬉しい。王子様、王子様とまではいかないけど、茂木さんみたいな王子様感は出せないけど、楽しかった。幕が上がって金髪探したらって、ね、私って金髪なのかな今。何色なんだろう、茶色、なんか茶色の時もあるし、金髪に見える時もあるし、なんかね、分かんないんだよね。茶
髪かな、茶だと思う。だってそう、金髪とまではいかない、写真によっては金髪に見えるけど、そう、そう、金髪と茶髪の中間、ちょっと光の当たり方によるんです、当たり方。ブリーチしてる色、それな。なんかね、私さ、前髪が今長くてね、奇跡は間に合わない時に帽子かぶるじゃん。でさ、前髪がそこで潰れちゃってさ、前が全然見えなくて、前髪がかかりすぎちゃって、だから帽子さ、パフォーマンスする時もさ、前髪がさ、ここもうこうやってなっちゃったままだったからさ、全然見えなくてさ、飛ばしてもなんかめっちゃ落とさないか、めっちゃヒヤヒヤでした、マジで汗汗。そう、だから照明に当ててたのか、そうそう、もう見えなくてね、めっちゃ汗汗でした。めっちゃ反射してる。愛子さん、うん、今日もね、愛子さんずっと歌ってた、楽屋でね流してね歌ってた。てかね、めぐみんが愛子さん好きなんだって、めっちゃ意外じゃない？めっちゃ好きになった、めぐみんのこと、もっと、うん、なんかめぐみんは愛子さん好きで、もう愛子さんばっか聞いてるらしい。え、意外なんだけど、めっちゃ好きね。そう、だから今度愛子さん縛りカラオケしようって言って、え、絶対やりたいですって言ってくれた、嬉しい。そう、今日も帰り道ね、ずっと愛子さん聞いてたよ私。エイトで愛子さん好きなメンバーはマリア、マリア愛子さん好き。普通の星座にぶら下がって、毎日水色の服着てるんだって。え、そう？そうかな？え？そうですか。その星座にぶら下がって、上から鼻下ろして、え？上から花火を見下ろすの？すごくない？それ。今日は子犬ヘアです。スクショして拡散してください。ね、タワーだ。クルリン、クルリンさんがタワーを建ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。クルリンさん、ありがとう。イエーイ。ありがとうございます。ありがたわ、うれぴー、この髪型が好きなのかな。服チークは黄色と、ラチがオレンジのチーク持ってたから借りた。でもめっちゃ泣いたからさ、もう落ちてるチークとか多分黄色み強い。今日はね、かなぶんがね卒業発表したんです。みんな
知ってる？私の仲良しの友達が今年一泣いてたのだって。え、マジでね、泣いちゃった、めっちゃ。なんかねかなぶんが卒業するっていうのは察してたんですけどね、察してたんです。いろいろあって、そう、今日卒業発表する、次の声で卒業発表するっていうのは察してて、本当に寂しくて、なんかこの前のコンサートの時、8の日の時にマネージャーさんに22日の公演ってがあるんですけどって、大丈夫ですかって言われて、出れますかって聞かれて、え、なんでそんな、いつもそんな聞かないのに勝手にスケジュールに入れるやんってね思ったの。その時にいつも勝手に出ることにしてるじゃないですかって思ったんですけど、そう、なんかそう、まあ、出れますかみたいに聞かれて、そうで、え、なんかそこで変だなって思ったわけ。なんかえって、なんで、なんでですかみたいな、22って、え、なんでって、別に出れますけどって、なんかあるんですかって聞いて、え、いやーとかって言って、で、そう、なんかあるじゃんそんなのだってさ。それでなんか、え、誰か卒業発表するんですか、私と仲いい人みたいな言って、いやいやいやみたいな、下手かよって思って、私は。そうでそれであって思って察しちゃって、そう、そう、私詰め寄り方えぐいんでそうでね、そうで、なんか、そう、それからの日々、なんで22私公演で出れるのってそんな聞かれたんだろうと思って、ずっとあーって。でも考えたら、あ、かなぶん、かなぶん卒業するのかなって思って、でね、そう、昨日はかなぶんに、明日楽しみって LINE したんです。楽しみだから本当に。そしたら楽しみですって来て、そう、で今日になって、でも本当にね、でも聞いたの何回も、卒業発表しないよね、するみたいな、卒業発表するって何回も聞いて、でも大丈夫です、安心してくださいとかって言って、そう、って。でもね、なんか言いたそうにしてる時もあったの。なんか私の目ずっと見て、なんか反応を伺ってる感じのとかあって、でも私はね、その発表を聞きたくなかったから、わざと話そらしたり、そう、私もそう言いたそうにしてるのかなっていう時もあったけど、そう、悲しいし寂しいから私は話をそらす。そうでって感じでやってたんですよ。そうで、でも卒業発表するとき口塞ぐに行くよみたいな、卒業発表もしするってなったらって喋り始めたら口塞ぐよとかって言ってたけど、普通に卒業発表来るっていうタイミングとか、引っ越しましたで泣いちゃったし、そう、引っ越しましたの時もすごく寂しくなっちゃってそうで、で最後の最後の挨拶になってさ、来るって思ったら本当に言っちゃってさ、そう、まあ、寂しかったですね。かなぶんいるって、本当に？かなさんがコメントだって。嘘、かなさんどこ？大好きですって来た。わー嬉しい、私も大好き。そう、大好きなんですけど、そう、悲しい。
つは涙出そうなんですけど、そうなんかここですって分かんないよ、私のショールーム結構コメント早いから、うん、そうでも発表なされて悲しい。ちょっと待って、終わった後写真、インスタグラム用の写真撮ろうと思ってたのにめっちゃ泣きそう。そうでも私はね、そうカナブになんで言ってくれなかったんって思ったけど、言ったらすぐずっと泣いちゃいそうだからって言ってて、まあ確かにねっていう。そう、まあ、そしたらもし知ってたらもう最初のおばあちゃんから泣いてた、発表すると思ったら。そうそう私も、うん、昼公演泣いてなかったって来た。え、泣いてた？昼公演、昼公演何の曲で泣いてた？うん、そうでもね、私の卒業公演には絶対出てほしかったので、かなぶんはもう瀬戸に決めてる、もうかなぶんと一緒にやりたい曲があったのに。そう卒業公演だからかなぶんが先に卒業することになってしまう、だから卒業しても出てねって言いました。うん、そう、ねえ、かなぼん、ねえ、まさか送り出すとは。ねえ、びっくりしましたよね。私こんな、なんか卒業発表こんな泣いたの初めてかも。いやそんな、なんかね、久しぶりにこんなに、なんか今まではそう明るく見送るぜみたいな感じでいつも聞いてたけど、なんか本当にこんなに泣いちゃった。泣きすぎて切れてた。だって切れちゃうよ、だって好きなんだもん。うん、そう寂しい。新しいチーム系も同じチームで、そう一緒で本当に嬉しくて、そう悲しいです。でもやっぱ私はね、夢を追いかける人が好きなので、普通に夢を追いかける人が好きです。夢を追いかけて決意ができるかっこいい人が好きです。なのでかなぶんは私の好きな人です。なのでそう、これからも友達、
そう今日ね、そう小田さん出てくださいって言いましたって言ってた。本当？やっぱキャスティングしてくれたんだね、私のこと。ナイスキャスティング。ランちゃん知ってたのかなって、ランちゃんと一緒にかな、怪しくねみたいな感じで喋ってたんです。そう、でもまあまだまだ3月まで時間があるということで、まだまだ楽しい思い出作るぞ。その髪型すごく可愛いだって。やったぜ。カナブンの配信始まったって、じゃあみんな見に行ってください。カナブンの配信。今日は劇場公演に出てたくさんプレゼントと手紙いただきました。ありがとうございます。持って帰ってよ、ちゃんと。いっぱい。ありがとうございます。ちゃんとね、皆さんからいただいたお手紙やプレゼントはちゃんといただいているので、すごいお手紙さ、めっちゃ届いてる。絵にすごい嬉しい。読みますね。読むの？だって読みますよ、もちろん。今じゃないですよ、後で読む。プレゼントは何が多いのかな。だってプレゼントはね、服とかが多いかな。服とかアクセサリーとかが多いかな、あとたまにゲームとか。晒されるのかと思った。だってそう、服皆さんからいっぱいもらう。今日の服もいただいた。皆さんがくれるから私はいろんな服を着てます。てか今日の髪型かわいいな。イエイ。この髪型いいですね。かわいい。
の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、こんなに好きなんです仕方ないんです。お城来たって嘘レピーよいしょ。あ、マッカーシアとおだしさんがお城を建ててくれました、イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。マッカーシアとおだしさん、ありがきゃする、イエーイ、ありがきゃする。ブレピー、ありがとう。夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、こんなに好きなんです、仕方ないんです。そろそろ美容院行かなきゃ、コンサート前に美容院行きます。アイシャドウもオレンジです。ねえ、やだ、アイコさんが好きすぎてつらい。クラゲヘアのウェーブかわいい。ウェーブ、うん、子犬ヘアです今日。1回目の公演はクラゲヘアで、2回目は子犬ヘア。あ、またタワー当たった。ショーターとお代理しか勝たん、ありがとう。なんで今日かわいすぎるかな。ショーターとお代理しか勝たんさんがタワー立ててくれました、イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。ショーターとお代理しか勝たんさん、ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがたき幸せ。じゃあ投票しよう。1、かわいい。2、かわいくない。どうぞ。私が1かわいい、2かわいくない。どっちですか。それは暗髪の時と比べてですか。いや、全体的の私、今までの私、生まれてから今日までの私を総合的に見てのやつです。1かわいい、2かわいくないです。うん、締め切ります、うん、いつの時代に目覚めて上から花火を見下ろして、こんなに好きなんです、仕方ないんです。お、なんでまたなおなおさんがタワーを立ててくれました、ありがとうございます。嬉しい、
ありがとう、なおなおさん。じゃあみんなでお礼言いましょう。なおなおさん、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。今日はみんながすごいいっぱい褒めてくれます。イエーイ。やば、夏の星座にぶら下がっちゃいそう、ブラーンってやばいよ、ぶら下がっちゃいそう。夏の星座に上から花火見下ろしたい夏の星座にぶら下がって上から花火見下ろしたい、こんな後ろの日なんで寂しい方ないんです。確かに今日給料日、みんな今日給料日ですか？え、待って、またタワー来た。まあ、あとおだしさん、ありがとうございます。嬉しい。仕事してないよって人いる。じゃあみんなでお礼言いましょう。まあ、あとおだしさん、ありがとう。イエーイ。ありがとうございます。待って、給料日じゃない今日みんな。ね、今日絶対給料日だと思うね。えみんなさ、給料もらってんだ今日ね。だって絶対このタワーの量、私何も記念すべき日じゃないのにさ、めっちゃみんなタワー立てるやんね。えみんなみんなすごいタワー立てるじゃん。土曜日？今日。そうなの？やった。やばい、待って。私のダサい格好見えました？私今あのかなり昔ドンキホーテの買ったドンキホーテの短パン。シャツインしてるんですよね。あ、ドンキホーかなり昔に買ったドンキホーテの短パンこうやって入ってたやばい、いろいろ見えちゃう。そう、すいません、ちょっとダサいんで、ちょっと見えなかったことにしてくださいすいません。私でも本当にあの私お腹が弱くてインしないと無理なんですよ。そう、あのインしないとお腹痛いんで、絶対インしてるの家では、うん、そう。じゃん、カメラ、私の愛用カメラオリンパス、これミラーレス一眼、こうやって自撮りもできんだよ、こうやって開いて。高そうだって。え、高かった？私にとっては高い、みんなにとっては分かんないけど、私にとっては本当高すぎて買うのためだった。本当はね、もう違うねカメラが欲しかったんだけど、そっちが高すぎて、あーダメだって思って、ちょっと違う風にした。え、待って、社長はと生ごよテイトさんもたわってね、まあ、私今日別に特別な記念日とかじゃない。何？嬉しい、ありがとう。じゃあみんな、じゃあお礼言おうか。社長はと生ごよテイトさんがたわ立ててくれました、イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。社長はと生ごよ、社長はと生ごよテイトさん、ありがとう、イエーイ。みんな今日給料日ですか？宝くじ当たった？みんな何かどういうポーズがいいかな。これ何？すいません、すいません、何か色変。
やばい、充電が。給料日？何それだって？待って、背景めっちゃカーテン。どういうポーズがいいですか？なんか髪型が可愛いんですよね今日。なんか写真撮るときね横見ちゃういつも。ああ、インスタに載せようかな。なんか色変。え、こんな色？なんか色変だ。なんかね、明るさ足りないのでは。だって私これどうやってね扱うのかあんま分かんないんですよ。私なんかピースしがちなんですいつも。あ、え、待って、またたわ。カンタとカンカンさん、ありがとうございます。ありがたわ。え、なんでみんなマジで今日給料日、みんな宝くじ当たった？ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。カンタとカンカンさん、ありがたわ。イエーイ、嬉しい。え、どういう、こうやっていっぱい取って一番漏れてるやついつも使うんです。めっちゃ取るやん。そうなの、めっちゃ取るんだよいつも。でも今日なんかいい感じだから。やばい、なんかムービーになってた。これどうやってホワイトバランス調節するんだろう。今何時何分？大丈夫？時間。これ難しい。目は。目が。いっぱい撮った。待って。
なんかもっとよく取れそうなのに。なんか色変、なんでだろう、なんでこんなに色がキモいんだろう。なんで、ちょっといつまで経ってんねんだって。マジでね、見てください、だって色キモい。ちょっと一回見て、ほら、あ、意外とちょっと色なんか濃くない？こんな感じ？カメラって。なんかもっと白くしたい。上から撮ろう。あ、じゃあ配信してる感じで多分。あ、全然変。やばいですね、めっちゃ自撮りしまくり。自分大好きじゃん。まあ好きなんですけど、嫌いじゃないです。はい。あー、目が乾燥してきた。フラッシュ焚いてみだって。あ、そう、フラッシュね、焚けるやつなんですよ、私のカメラ。フラッシュ付き。目薬がない。仕方ないんです。待って、暑い。エアコンのリモコンどこ？暑い。うん、エアコンのリモコンどこ？あれ、さっきつけたのにな。あれ？ないな。やばい、暑くて暑くてもうやだ。消えた。あ、やばい、角度変わった。いろんなものが見えちゃう。部屋汚いな。だって汚いんです、マジで。やばいです、助けてください、マジで。物が多い。夏のシーズンぶつかって上から花を伸ばして、この月の気分が涼しいかったな。これどうやって巻いてんだろう。ヘアアイロンだよね。自分でやってもこんなうまくさ、可愛くできない。ヘアメイクさんがやってるとこちゃんと見とけばよかった。じゃあ、うん、皆さんインスタ更新するから絶対いいねしてください。コメントも待ってます。今の時代はね、拡散力が大事なんです。そう、皆さんがいっぱいリツイートとかしてくれたら嬉しいな。そう、モチのロンドンスケートってインスタでリツイート、知らんがなってきた。はい、
では皆さん、じゃあ本日の配信はこれで終わりたいと思います。ではでは、最後にランキングを見たいと思います。いきます、いきます。13位 TZY、 12位直樹、11位ひとくまさとる、10位ホリケン、9位プロスペクト、8位みやちゃん、7位社長あと生声48、6位マッカーシーあとおだし、あ変わっちゃった、ちょっと変えるわ。13位 TZY、 12位直樹、11位ひとくまさとる、10位ホリケン、9位みやちゃん、8位プロスペクト、7位社長あと生声48、6位マッカーシーあとおだし、5位マーあとおだし、4位くるりん、3位ショータあとおだいりしかかたん、2位なおなお、そして1位はカンタあとカンカン。ありがとう皆さん、配信見てくれてありがとうございました。こんなタワーとかいっぱい建ててもらってありがとうございます。では皆さん、また明日の配信でお会いしましょう。ではバイバーイ。